かわいらしい。別にその女に俺は別に興味はねえけどよ。佐野死ねって言われました。誰が？銀次、誰に言われたの？はっ。誰に言われたのよ？まあ、誰が言ったっていいけどよ。そのうち死ぬからよって言っとけばいいよ。金髪の女性です。香川枠にいた。いや、それ、俺知らねえもん。見てねえから。うん。鳩をしてきたけど、佐野死ねだって。うん。ごめんね。うん。頑張ってねって言っといて、みんなに。香川くんにね。頑張って。いや、力不足とかそんなんじゃないよ。なの。だって俺遊んでんだ。小馬鹿にしてんだもん、あいつのこと。ああ。向こうは死ねって言うしかできねえんだよ。ね、商売はうまくいってっかもしんねえけど、配信者としてはもうクズ野郎だから。うん。やっぱり無理なんだよ。早く突き抜けろよ。できもしねえくせによ。のろけ立ててんじゃねえよ。なあ。そうじゃねえの。お店を頑張ってやってくださいよ。ああ。佐野はここに座ってるだけでも、リスナーは来てくれるから。いやー、配信して知らねえ。んなの、全く興味ねえもん、俺、だって。マブヤいらっしゃい。いや、いいよ、銀次よ。ああ、まあ、好きにしやよ、もう。ねえ。いやー、でもね、ネームバリューのある、アダルトビデオの女優を呼んで、リスナー30っていうのはきついなぁ。あがじゃ。うん。きついなぁ。それはどうかなぁ。ねえ。いや、みんなね、思ったことをここで言っていいよ。アンチはどんどんブロックを俺していくから。うん、それ言ったら、誰、諭吉なんだよ、もう。あんなの配信者はもうやめるべきなんだよ。7名とかさ。うん。リスナーを細かにしてると、まあ、どうかな。佐野さんとコラボしてもメリットないって言ってますが、頭下げたら店入れたら、あ、すいません。君の店、カラオケ臭いんで行かないんで。すいません。ごめんなさい。すいません。ああ。
なんか俺行くと、なんかカラオケ歌ってとか、なんかリクエスト食らうんで、邪魔くせえんで。さよなら。あと、おめえの店、タバコ吸えねえから面白くねえよ。なんだよ、外でタバコとかよ。青か、お前、ほんとよ。ふざけんな。こんなとこで飲みたくねえよ。そういうことです。俺はね、確かに店はね、飛んだかもしんねえけど、配信者としては負けてないからね。うん。よろしくね。小向井美奈子がうな知らねえ、叩かない男なんてゴミ同然と言ってます。セックスマシンやってろよ。さすが、覚醒剤中毒だよ。ああ、お疲れさん。もう、笑ってんだよ、みんな。もう、シャムなんか食ってたらもう終わりだからね。マジで。うだろ？いや、銀次のふかしだなっていうか、それは香川の放送を見て言ってるだけでしょ？なあ、銀次よ。銀次。お前ポンプかましたの？そしたらお前ブロックだぜ。みんな銀次ポンプポンプって言ってっけど。なあ。辛いですじゃねえよ。どうなんだよ、お前よ。ごめんなさいだろうよ。みんなに謝れよ。ポンプかましたんだったら。てめえクソ野郎がよ。おい。どうなんだよ。そんなこと一言も言ってねえぞって言ってんだよ。おい、どうすんだよ。おい、銀次よ。まあ、お前もうブロック対象だな。くせえな、お前。俺、携帯持っちゃうから。もう。こっちいらねえわ。だな、銀次。謝るんだったら早く謝れよ、すいませんって嘘つきましたってよ。なあ、飲むったってもう無理だよ。巻き戻してお前ぶっ込むから。そんなじゃねえよ。はい、さよなら。はい、見事に。はい、みんな、銀次ブロックしたよ。はい、こんなんいらねえから。はい。うん、一発ブロック。さよなら。だってよ、考えてみる。俺340人来てんのに、339人になったって、屁でもねえ、こんなの一人消えたって。バカは消しちまえばいいんだよ。そうだな。なあ。そう思わない？ダリルありがとうはの決まった。あざす。なあ、アイちゃんな。女の一人減ったって俺困んねえんだから。
あ、中花はもうブロックしたからもう来ねえじゃん。コナンありがとう、決まった。あざーす。ありがとうございます。ああいうのはね、カットしてきゃいいの。それで、俺の配信が人数減ったって、まあ、200人ぐらいになったって、でも変でもねえから、あと100人ぐらいブロック入れたって、どうってことはねえから。俺はね。女の。そう、テッドな。うん。煽りは、余計な煽りはやっぱやったらダメだよな。バカが。うん。だ、頭悪いんだよ。うん。だって、ちゃんまんが、数字が欲しがってる配信者じゃないってことをまず理解してねえんだよ。他の配信者はさ、ブロックあんまり入れねえよ。それは数字が減ったら嫌だから。なあ、俺はもう減ったっていいんだよっていう、もう体でやってっから。なあ、関係ねえから。大丈夫です。皆さんありがとうございます。何が？香川なんか、へでもねえよ、あんなもん。勝手に店やってるよ、バカ。もう5時かよ。うん、5時だよ。いいんじゃないですか。うん。ポア確定。いや、いいんじゃないの。だって一生懸命自分で、今2軒店も持ってやってるんだから、大したもんじゃねえの。うん。ただ、人の店を嫌がらせみたいなことしちゃダメだな。うん。そこはね。まあ、俺はそんなカッカカッカしねえけどさ。TA もそろそろブロック対象かな。お前も。俺、お前もくせえって思ってるから、気をつけろよ。あった？お前なんかいらねえかな。気をつけますやねえよ。おい、クソが、この野郎。てめえよ。お前くせえんだよ。前からよ、ずーっと俺見てっけどよ。あ？お前もうすでに俺にロックオンされてんの分かってねえの？お前くせえんだよ。遊ばせてやってんだよ、今よ。バカがよ。おめえなんかいらねえよ。マジで。おめえ一人いなくなったってへでもねえんだよ、俺はよ。アイちゃん。悪いんだけど、
俺はそういうのはずっと読んで泳がしてんだ、このバカ。パータローだろ、こんなの。おい、TA、この野郎言ってみろよ。気をつけます？気をつけてなかったの？今まで。なあ、舐めてたの？俺のこと。なんかすいません。泣き入れたの？お前。はい、NG です。なんかすいませんなんてもう、泣き入れちゃったよ、もう。ごめんね、もう来なくていいから。ごめんね。さよなら。はい、TA 消えました。翔太郎、いつもありがとう。一発だよ、んなの。前からこいつくせえなって思ってたから。調子乗ってんなと思ってたし。一人消えてもっとってことはねえだろ。何がすいません。バカい。ほんとよ。ばっこり。いや、ばっこりっていうか、俺はもうこれからはブロックバンバン入れていくよ。